にちは、赤ちゃんです。今日はこちら、じゃーん、海外のおもちゃ買いました。すごい。英語表記の名前はアイディアプロかな。電池合うかな。早速開けましょう。はい、かわいい、かわいい、チプチャ。はい、こんな感じで電池式なんです。このハムちゃん実はね、すごいんですよ。単4電池かな、なんか長い気がする。ちょっと合うかな。あ、大丈夫大丈夫。説明書が何一つ入ってないっていう。ほら、空っぽ。あ、あ、ティプちゃん、かわいい、ウィーチュー。これいいですね。これ何がいいかっていうと、声が高くなってるの分かりますか？しか聞こえないんですよ。だから僕の声を高くしてくれるとハムちゃんにも聞こえると思うんですよね。会話できる。かわいい。結構長い言葉も聞き取ってくれるみたいで、ちゃんと会話が途切れたところからスタートします。ちょっと聞いててくださいよ。今結構長めの言葉を喋ってます。これを全部限界はあったみたいですね。それでは早速チプちゃんと会話してみたいと思います。チプちゃん、行きましょう。チプちゃん、チプでーす。チプでーす。かわいいね、チプちゃん。うん、まんま食べるね。しょっくりだね。うーふー、早速、うん、危ないよ、危ないよ。踏み台、踏み台にしちゃうの、チップちゃん。踏み台ダメダメ。仲良くしてね、仲良くしてね。かわいい、トトロちゃん。うー、早い早い。ちょっと待って、チップ。それではチップと会話してみたいと思います。動きがすごいからね、喋れない。お友達だよ。全く興味ないね。ほら、私はチップ。お友達チップだよ。危ないよ。かわいいね。待って、ぴょん飛ばないで。ぴょん飛ばないの、チップ。踏み台にしか乗んない。踏み台じゃないの。この子はお友達だよ。お友達っぽだよ。すぐ登るじゃん。すぐ登る。なんでチップはそんなすぐ登るの？ねえ、教えてチップ。なんでそんなすぐ登るの？かわいいよ、チップ。かわいいよ、チップ。なんでなの？また登るの。最近出たくて仕方ないね。大きいとこ行こっか。今ね、チップちゃんを歩かせるスペース掃除機かけてたんですけど、もうお家帰るモードになっちゃいました。乗んないね。お家帰るね。蓋されました。くっちゃん見てください。何でしょうか。じゃじゃーん。何これ。チップちゃんに喋るハムスタープレゼントしたんですけど、うん、なんかサイズ感がサヌスに似てます。この子、え、真似すんのか。怖っ。いやそっくり。
のぞいで。たまちゃん。あ、呼んでる。たまさん、喋んなくなったよ。はい、どうぞ。あ、かわいい。向かい合ってる、かわいい。顎下かわいいね。たまさん。眠いんですかね。ずっとでも巣の中いましたよ。はい、という感じで、この動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録。